命名機ネーミングライツ。リスナーさんから自分のラジオネーム、今呼び名のない現象など名前を付けてほしいものを募集。エルニーニョ。それを僕たちが各命名機となって名前を付けていきたいと思います。ちなみにお二人、自分の持ち物に名前付けたりとかしたことはありますか？あ、持ち物。持ち物に。昔なんかやったことあんな。うん。なんか例えば自転車とかあるじゃないですか。そう、自転車。あ、自転車。なんか名前考えたけど全然覚えてない。付けたことは覚えてるけど。付けたことある。なんて名前。ちょうど僕が小学校の時とかでさ、小学校中学校ぐらいでさ、あのヤンキー漫画があってさ、はい、それ の主人公乗ってるスクーターがネオチャベス号って名前だったから、ネオチャベス号だったぞ。だからなんかそういう名前つけたいなと思って無理くりつけた覚えはあるけど、はい、なんだかもう全く覚えてない。宮野さんはいかがですか？なんだろうね、自分のものに名前ってつけたことあんのかな？わかんないや。わかんないな。一番つける可能性高いっていうのはやっぱ子供の頃じゃないですか。ドラクエには自分の名前つけるけど。マジで？マジで自分の名前つける口？自分の名前つける派。わーおー、うん、勇者守る派。うん、マジで？うん、名前、主人公の名前は？主人公の名前がデフォルメでない場合は自分の名前つけます。うん、わーもう絶対自分の名前。すげえ。え、つけないですか？絶対もう自分の名前つけらんない俺。うん。なんでですか？わかんない。なんか自分の名前、俺は今このキャラに投影してるってことは、俺の中の成長願望とかそういう許容入りたい気持ちがあるんじゃないだろうかって落ち込んじゃうから。メール行こう、メール行こう。もしメール行こう。では紹介します。ニアパインさんからいただきました。ありがとうございます。胸の大きいのを巨乳、放乳、うん、あまりないことを貧乳、と世間では言われていますが、その間、ちょうどいい感じの胸は何と呼べばいいですか？過去はない。おー。ちょうどいいの、大きすぎず小さすぎずっていうやつですね。はい。はー。まあ、こちらですね。名前を、まあ、3人でつけていくんですけども、うんうん、何々の何々の何々。何々の何々、難しいね。あ、冠があるな。何々の何々の何々。まあ、のはつけなくていいんですけど、うん、何々、何々、何々みたいな感じでもいいんですけども、うん、3人でみんなで一緒に一つの名前を使っていくっていう感じになっております。というわけで、くじ引きで。でもさ、はい、巨乳とかでしょ、うん、貧乳とかでしょ、うん、それ3個でできんの？へぇー。あ、これ順番を決める。うん。はい。じゃあ、順番を確認しましょう。はい。せーの。はい。あー！ 1 番。2番。というわけで、落ち、落ち。落ちたどれかだ。え、これ3枚でどうやってやるんだろう？どうやんの俺。ちょうどいい感じなのね。え、これでも。変な話、ニューでいいんじゃない？ニュー。そうか、岡山さんもうニューでいいんだよ。そうだよ、ニューでいいんだよ。俺ら、逆に俺らに言ってんなんか、これ。俺ニューだよ。そうだよ。あ、もう先に言ってくる、俺ニュー。嘘だね。うん。あ、で、うん、逆に俺が難しい、これ。うんだって、もう、その人、うん、一番上がちょうどよかったらもう、つけられないですもんね。うんうん、じゃあ、宮野さん。よし、大丈夫ですか？で、大丈夫です。うん、はい、うん。じゃあ、ちょうどいい感じの胸は、何と呼ぶか、その名前は、手のひらに、ちょうどよく収まる、敵乳。手のひらなんだね。手のひらにちょうどよく収まる敵乳。ちょっと長いけどね。あ、いいじゃないですか。巨乳貧乳、その真ん中は手のひらにちょうど収まる敵乳。いや、いいや、いいですね。男子らしい答えが出た。敵乳、ちょうどいい。さあ、続きまして、ムーさんからいただきました。正解出しちゃったね。いいね。プラモを作っているときに、うっかり小さいパーツをなくしてしまう現象に名前をつけてください。あー、これありますね。あります。現象ね、うん。あるある。本当にないもん。本当に関節部分よくなくすんだよ。うん、ありますね。なんかやっぱり、作り慣れてない人って、うん、パーツの順番ごとに切らずに、もう一気に全部切ってる人いるんですよね。で、説明書捨てちゃうんだよね。そうです。なるほど。絶対作れないっていう、ね、ものが。引きます！まあ、順番決めましょう。はい。はい。ああ、1番。うわぁ一緒だった。切った僕2番ですね。ちゃんと切ったどういう方向性でいく？どういう方向？どういう方向？どういう方向？現象、現象。説明する方向なのか、ちゃんとしたバチッとしたネーミングなのか。うん、そうですね。現象の名前ですから、バチッとした方がいいんじゃないですか。バチッとした方がいい。じゃあもう、俺で決まるね。俺の最初の出だしで決まる。うん、そうやな。何を決めるんだっけ、ちっちゃいパーツをなくしてしまう現象。いきますよ。はい。はい、そんなあなたの、小さいパーツをなくしてしまう現象の名前は、プラモニックロストヌルッポン。
決まりました。プラモにクロストヌルポン。なくした感ありますね。はい。なくした感。はい。ぜひ使ってください。はい、使ってください。